じゃあ、どうもインターネットテレビですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと最終チェック、ちょっとやばいのねえか、ちょっと見てもらって。これいいやつですね、なんか。そうなんですよ、これ。電気ついてないですよ。え？ついてんだね、これ。これついてる、巻いて、母ちゃん。ついてる、ついてる。いや、俺はついてないと思うな。ついてる、ついてる。ついてる、ついてる。いや、巻き直したらいいと思う。ついてる、ついてる。いや、巻き直したらいいと思う。うるせえ。なんかほら、紙にかぶしたやつとかね、あるみたいだけど。なんかいろいろあるんだけど、はい、スカイランタンって名乗っていいのはこれだけだっていうんですよね。そうなんですか、うん、はい、スタンね、はい、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、どうも、ちょっと、はい、そうです、すいません、はい、ありがとうございます。大丈夫です。何名様ですかね。4人で。4つお願いします。じゃあ1つ、2つ、3つ、4つ、はい。じゃあ7時過ぎぐらいに発車って合図がありますので、そしたら上げていただいて、終わりましたらまた巻き取ってもらってお持ち帰りください。はい、お願いします。結構です。はい。何名様で、4人で。はい、4つお願いします。はい。はい、なってます。皆さん飛んでっちゃいますね。え、大丈夫です。この森でなんとかで7時過ぎぐらいに発車って合図がありますんで、はい、そしたら糸伸ばしていただく感じでお願いします。遊び方か、かわいらしい。長野インターネットすごくと申しますけど、すいません、自己紹介、お名前お願いします。あ、今、千曲商工会議所青年部の会長お預かりしてます、大塚彩香と申します。大塚さん、はい、今日は千曲市の20周年記念ということで、はい、まあ、盛大に2日間にわたって行われたんですけども、はい、でようやく終わりましたね。はい、やっと安堵しました。今日の花火、最高でしたね。はい、もう本当に感無量で、今までのアババ実行委員長とメンバーの努力が報われたなと本当に思います。委員長としていろんな役目はあったと思うんですけども、どんなことが苦労だったんでしょうか、大変だったんでしょうか。そうですね、やっぱり2会場でやるっていう、そうですね、大変な目標を掲げてしまったんで、やっぱその配置ですとか地元の方たちの
協力ですとか、まあ、他団体に本当に千曲市中の団体さんで姉妹都市の射水市さんの協力を得て2日間というのは実現できたことなんで、そうですね、まあ、そういう準備から人集めから地元の方たちへの協力お願いから、まあ、そういうところが本当に大変でしたね。どんなことをこうテーマにこう掲げたんでしょうか。そうですね、20周年っていうのもありますけど、やっぱりそのコロナ禍で子どもたちが自粛を強いられてしまって、遊べない、外に出れない、友達と会えない、でそんな中で私たちが地元の子たちにできることは何なのかなっていうので、それをテーマにして子どもたちの笑顔を見るために、あと千曲市20周年ということで、今後も千曲市が何十年何百年続くように、就職大学で県外出た子たちもまた千曲市へ帰ってきてくれれば、その思い出になればっていう一心で今回やりました。なるほど、将来の千曲市のためにということでしょうかね。そうですね、鮭じゃないですけど生まれたとこに帰ってきてほしいっていう願いです。なるほど、はい、そしてこちら、はい、実行委員長の馬場実です。実行委員長の馬場さん、どんなお気持ちでしょうか今。あ、無事終わってよかったっていう気持ちが一番ですね。本当ここに来るまで、大変でした。大変でした。ランタンの件でも、まあ、雨が降ったってこともあって変更変更で大変だったように見えたんですけども。いや、もう最初から最後までなかなかこんな大変なことをしたい、ね、いくら仲間といえども行った段階でそんな大変なことなんでしなきゃいけないのってどっからやっぱりスタートしますから、それをね、いや、こうすればできるんだ、ああすればできるんだ、こうすれば盛り上がるんだっていうことをもう中もプレゼンしては、膝から崩れ落ちそんで、やっとみんなが一つになって、ほいでやっと当日迎えたと思ったらトラブルトラブル、天気天気なるほど。なかなかもうその場その場で用意してた計画、多分6割7割ぐらいあんなに頑張って計画したのに全部吹っ飛ばして、もう現場対応でしたね。僕がそれを無事終わったって思うよりも、これだけ参加してくれた人がすごいとか、なんかもう面白いとか楽しかったって言ってもらえれば、それだけですね、はい。今後はどうでしょうか。今後はそうですね、まあ、千曲市30周年の時はまた新しい世代のメンバーたちがいろいろと頑張ってくれると思うので、まあ、その時には支えてあげたいなと思いますし、今日ハロウィンに来てくれた子が、まあ、青年部入ってくれるっていうこともあり得ることなんで、なんかそれを期待して千曲市を盛り上げててほしいなと思います。今後はね、今回本当に本当にね、多分今できる最大限の努力と最大限のサポートと、あと本当にこんなに人のために頑張ったこともないですけど、こんなに人に助けられたこともないので、なので、まあ結構出し尽くしたと思いますから、まあ今後は6年間ぐらいサボりたいです。ぜひ未来に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。